はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時ですね。11月は19日の火曜日でございまして、昨日今日とね、この例の兵庫県の斉藤知事問題でですね、何本上げたやろ、もう4本ぐらい上げたんじゃないかなと思うんですけど、珍しくですね、私ね、コメントを読んでたんですよ。その斉藤知事関係のに関する上げた私の動画に対するコメントをね、パッパッパッと、全部ではないですけどさらさらっと読んだ。なんで読んだかっていうと、やたらそこにコメントが集まるんですよ。すぐに2桁いってしまうんですね。で、読んでて思うのはですね、オールドメディアとですね、この SNS、 この YouTube は SNS になるんでしょうかな、わかりませんけどもですね、いわゆる旧媒体ですね、新聞やですね、テレビや雑誌、あるいはそれ系統のですね、メディアですね、ネットのメディア、まあ今ほとんどネットメディアでしょうけども、いわゆるオールドメディア系のですね、サイトとですね、 SNS 系のサイトでですね、かなりですね、この断層ができてるんじゃないかと。つまり SNS の世界に生息する人たち、そこに生きてる人たちはそっちに主にこうドプッと使っていてですね、オールドメディアをほぼ信用していないわけですね。で、オールドメディア系の人はですね、 SNS なんか何言うてんねんみたいな、そういうふうに思ってる。で、ですね、ネット空間ではですね、 SNS 系の人の方が声が大きいというか、まあ数が多いですよね。で、今回の斉藤知事のですね、再選についてはですね、その SNS 系の勝利というふうに見なして間違いないでしょう。つまりですね、今やですね、オールドメディアよりもですね、 SNS 系の方がですね、こう、なんて言いますか、影響力がですね、大きいというような感じに思います。これがいいか悪いかって別ですけどね、ただし今回そうなったわけですね。だから今後ですね、選挙とかになるとですね、もうなんていうか、オールドメディア対策よりもですね、 SNS 対策の方に、ね、こう重視せざるを得なくなるんちゃうかなという気がするんですね。ただしね、そこにものすごく、ね、危ういものを感じるんですよ。というのはですね、 SNS 系のところっていうのは誰でも発信者になるわけですね。私もなるわけですね。とするとですね、裏を取っていない情報がいっぱい流れるんですよね。で、そこにですね、陰謀論みたいなのが出てくるわけですよ。典型的なのは4年前の大統領選挙ですね。トランプ系の人たちがですね、それは認められへんっつって、民主党系がですね、民主党の人たちが不正をしたというふうにして、こうわいわい騒ぎました。で、その中の一部はですね、本当に暴力を使って議事堂を占領してですね、あれはアメリカ人にとってはですね、ものすごくショッキングな出来事だったらしいですね。アメリカというですね、民主主義のですね、卸売元みたいな国がですね、そういう暴力に議事堂が占領されるという、もうあってはならないことが起こったわけですけども、ですね、議事堂に押しかけた人々っていうのは、どっちかっていうと、今回斉藤さんの支持に回った SNS 系の人たちとですね、やっぱし、こう、割とシミラーな、親和性があるんちゃうかなという気がするんですね。つまりアメリカでもオールドメディアはですね、バイデンの当選を伝えていたわけであってですね、民主党がですね、開票不正をしたということについてはですね、裏が取れなければ報道できないわけですよね。ところが SNS でこんなことがあったなことがあったとかって、もう挙句の果てはですね、ドイツのなんたらでですね、FBI と銃撃戦があったみたいな話がですね、まことしやかにですね、僕のところにもわざわざですね、あれでよこす人がいましたね。メールがなんとか問い合わせとかでよこす人がいましたね。私別にオールドメディアじゃないんですけどですね、裏が取れないことは裏が取れないというふうにして言うかですね、言わないかどっちかなんですね。なんで、でもなるべく言いたくはないですね、裏が取れないようなこと。そういう、ね、噂話の類であればいいんですけど、そういうショッキングなですね、話はですね、裏が取れなければしたくないですね。オールドメディアが言っていれば、そのオールドメディアが言っているということで言うことはできるんですけどもですね、SNS でこう語られてるなんていうようなことは、YouTube でそんなこと言うてるっていうだけではですね、裏取れませんからね。私はオールドメディアにですね、コメントを出したり原稿を書いたりする人間なんですね。で、彼らの習性を知ってるつもりなんですけども、裏は絶対ですね。たまに裏をですね、取るのを甘くしてですね、バレたというか、そういう問題だったらですね、もうそれこそ大変なことになりますね。
あの典型的なのがこの朝日新聞の慰安婦問題ですけども、あれはたった一人のですね、あの沢氏の吉田という沢氏、いわゆる嘘つきですね、の言動を信じたがゆえにですね、朝日新聞を大恥かいてですね、社を傾けたわけです。まあ、ああいうことは本来あってはいけないわけであってですね、十分に裏を取らなければいけないのに、裏を取らずにですね、日本が強制した、強制的に集めたみたいなことを言うて、赤っ端状態で言うんですけど、赤っ端じゃすいませんね、あれの。社を傾けましたよね。あの後ですね、朝日新聞の方と何人かお話しましたけど、もう皆さん憔悴してましたよ。うわ、かわいそうと思って。あんたか悪いのちゃうのにと。いや、あの頃ってね、もう十何年前ですね、あの朝日新聞ってまだ今より全然権威があったんですよ。ほんで朝日新聞の方ってみんなね、やっぱりね、ちょっと偉そうなんですよ。他の新聞社の人に比べて。いや、やっぱ朝日はこの人はと思いながら接してましたけどですね、あの事件以降なんかちょっと変わってるような気がしますね。ちょっとその偉そうさがですね、ちょっとだけこう緩んだかなという感じがしますけど、まあそれくらいね、あの裏を取らずにやってしまったっていうのは大きいことであって、特にあんな大きな国を揺るがすもんであったでしょ、あの当時は。しょうもないネタですけどね、しょうもないネタですけど、あの時は大変なことになってましたからですね、それでですね、裏を取らずにやってしまったと、嘘を書いたというのも大変なことです。私、オールドメディアは全面的に信用するわけちゃいますよ。でも、裏は取ってるやろうという前提で私はそれを扱いますんで、ですね、だからオールドメディア系というふうに言われても、まあまあ、しゃあないかなという気がしますけど、で、SNS の方はですね、裏を取っていない情報はやっぱりあれですね、そういう噂話としてしか見られませんね。でね、今後やっぱしですね、この SNS 系の方はですね、要支配していくんですよ。今回の斉藤さんの件もそうですけど。で、今回ね、今回のやっぱしね、オールドメディア系がですね、ちょっと甘かったんちゃうかなと、斎藤憎しでですね、そっちへ行ってしまったんちゃうかな、オールドメディア系もやるんですよ、そういう偏向報道、だって朝日新聞がやるわけですから、他のメディアもですね、これは斎藤おろせみたいなことでですね、そっちに回っていてですね、だいぶ見逃したことがあったんちゃうかと、そこは立花みたいなですね、そういうことで大騒ぎしたがる人間に見つかってしまってですね、ギャーやられた。その結果ですね、オールドメディア側がですね、ちょっとおかしいでということがバレてしまったような気がしますね、今のところ。今のところね。で、ただ、今回のように SNS の方が強いというふうに、まあ、なんて言いますかね、今回は強かったというのは認めざるを得ません。でも今後それがね、主流になるんかなということに関して、ちょっと疑問はありますね。今回どうやら強かったのはですね、SNS 系の方ですね、いわゆる斉藤さんを支持したいという方がですね、ネタがちょっとね、良かったんちゃうかなという気がするんですね。で、4年前のトランプの時はですね、トランプ側のちょっとネタが良かった。つまり民主党系が開票ですね、で、不正をしているというネタがですね、弱かったような感じですね。だからですね、SNS 系本当に侮れないですけどもですね、ネタによるかなという感じがしますね。まあでも今後、これは、この問題というのはですね、ちょっと非常に何て言いますか、重要な問題であってですね、今回多分オールドメディア側はですね、かなり反省するんじゃないかなと思うんですよね。おい、やばいやん、みたいな感じで。なんでですね、僕はその、どっちが正しいか、どっちがどれくらい正しいのかってまだよう分かりません。来週あたりにもだんだん分かってくるんじゃないかなと思うんですけど、今現時点ではですね、オールドメディア側の方のにもですね、だいぶ層があったというふうに見られるような材料が出てきてますね。まあ、かというてですね、その斉藤さん側の主張、まあ、斉藤さんご本人はほぼ主張されていないんですね、こういったことに関して。その周りがやいや言うてるんですよ、SNS で。私の認識ではね、自分はそんなことは無実や潔白やとかって言うと大きくは叫んでいない、大声で叫んでいらっしゃらなくて、主張もされていない、周りがやいのやいのって言ってた感じがしますけども、どうでしょうね、どの程度かっていうのがだんだん分かってきて、それで判断できると思うんですけど、ちょっと今のところオールドメディア側、形勢不利かなという気がしなくもないですね。いやー、この問題は楽しいというか面白いというかですね、私は第三者でよかったなという気がしますね。しかもですね、選挙中からですね、前線やと伝えられててですね、
えと言ってで、いろいろ選挙中に調べたら全然ね、あんまり私のあっちゃんには引っかかってこなかったんですよ。だってそんなんね、SNS や YouTube でですね、いろんなことをいろんな人おっしゃってますけどね、裏取ってない話が多いんですよ、聞いてると見てると。たまには見ますよ。いや裏取ってないなという時には怖くてですね、自分のネタにはできないんでね、で今回改めていろいろ見てみるとですね、なかなか説得力あるやんという感じのが出てきていきましたね。でもそれもね、ネタをが裏を取ってない。例えば元局長のですね、 PC の中に入っていたな、いろんなものっていうのがですね、ガンガン言われてますけども、だからといってですね、それが確実かというとですね、分からへんやそんなんて、いうことですよね。でお亡くなりになりましたけど、その本当の動機というものもですね、意思を持って抗議するっていうふうにお亡くなりになりましたけど、ふーんと。なんか割とですね、賢そうな人、賢い人みたいですからね、こう自分がそういうことをしたらどういう影響になるかってちゃんとこう読めるような感じの人ですね。いろいろ情報を見ると、いやしかし面白い。いや随時やっていきたいと思います。はい、特に貼るページはございませんけども、なんか探し一応貼っておきましょう。はい、皆さんどうもありがとうございました。